卓球のアジア選手権カザフスタン・アスタナで8日に行われる女子団体準々決勝日本シンガポール日本時間午後7時開始ノーオーダーが発表された写真あり早田ひな眼鏡姿の上目遣いショット披露に反響アイドルかと思った今大会の日本女子は早田ひな日本生命平野美宇木下グループ張本美和木下グループ のパリ五輪組に加え、伊藤美誠、スターツ、大東さつきミキハウス、が代表となっている。シンガポールとの準々決勝は日本の初戦で、第1試合は長本、第2試合は伊藤、第3試合は平野の布陣。パリ五輪で左腕を痛めた早田はシンガポール戦のメンバーからは外れた。男子は同日の準々決勝で韓国に1マイナス3で敗れた。